損傷した駆逐艦エクスプレスから魚雷テ MTB30 で駆逐艦ケルビンへ輸送される負傷した水兵。テセルの惨事は1940年8月31日の夜にオランダのテセル島沖でイギリス海軍の2隻の駆逐艦が沈没し、軽巡洋艦1隻と駆逐艦1隻が損傷を負った事件である。事件は 不設途中の無標識の嫌い腹に駆逐艦隊が入り込んだところで艦隊の駆逐艦一隻が大きな損傷を負い、この艦を救助に向かった両艦のうちの二隻が沈没し、援護に行った、軽従に艦一隻がキロで、同じように嫌いで、軽い被害を受けた。この事件での犠牲は、死者約300名さらに100名が負傷あるいは捕虜となった。 1940年8月31日の夜、イギリス海軍第20駆逐軍はイミンガムからオランダ沿岸のテセル島北西海域へ機雷布施設に向かっていた。当時、第20駆逐軍は第5駆逐軍の一部ケルビン、ジュピター及びボーティガンの3隻を加えていた。各駆逐艦が機雷を布施している間に、ドイツ海軍部隊がテルソヘリングから、 イギリス本土へ向けて西へ移動していることを偵察機が発見した。このため第20区逐軍は迎撃を命じられた。区逐軍がこのドイツ軍部隊に向けて行動を開始しようとしたところで新しく付設したばかりで標識のない嫌い腹に入り込み、このためエクスプレスが嫌いに接触して監視を失う大きな損害を受けた。この爆発が原因でエクスプレスは 乗員百七十五名中、ビッグフォード艦長を含む九十名が死傷した。駆逐軍司令、倉内少佐は座上していたエスクをエクスプレスの救助に向かわせたが、エスクもまた嫌いに触れてしまい艦は急速に沈み、その乗員は一名を除いてすべて死亡した。アイワン法もこの時エクスプレスの負傷者の輸送に向かったところだったが、これも嫌いに触れ大きな損傷を受け、 この爆発により、乗員53名が死亡し、負傷者を多数出した。事故にあった艦の水兵が乗った救命ボートのいくつかは、オランダの海岸に漂着し、彼らはドイツ関係により捕らえられ、捕虜となった。9月1日にケルビンとジュピターを、第5区逐軍から事故にあった乗員の救助に来させ、さらに2隻の軽巡洋艦オーロラとガラティアも護衛に到着した。 大破したアイバン砲は、両艦ケルビンの砲撃によって処分され、軍の残った艦は母港に帰った。ジュピターは、エクスプレスの残存部分を、収容のために派遣されたタグボートに引き継ぐまで栄光した。またガラティアもまた気候の途中で嫌いに触れたが、損傷はわずかで済んだ。この惨事による、最終的な犠牲者数は、死者約300名に加えて負傷、または、 捕虜100名となったが、これは、ノア・カンクでは、ダンケルクの戦い以来最悪の人的損失だった。偵察機から報告のあったドイツ軍部隊とは、機雷不説艦の小部隊がクックスハーフェンから、ロッテルダムへ移動中であるものに過ぎないことが判明した。また、この事件から帰還した負傷者の中にひどい熱傷を負った者がいたので、ドイツ軍の進攻を海面に撒いた油を燃やして、 撃退したという噂話が広まることになった。一時はイギリス市民と報道機関の間でこの事件の責任はルイスマウントバッテンにあるとの説が広まった。ありがとうございます。